半外長浜店ファミリーショップ犯害長浜店というお店なんですが、この販売っていうのはディスカウントストアだから半額とかいう意味が入っているとか。ではなくって社長さんのお名前が犯罪さんっていうので、それがお店の名前にもなっているんですね。<ー>このはい、ファミリーショップ犯罪なんですけれども。創業79年、もう滋賀県長浜市で地元の方々に長く愛され続けている。ディスカウントショップ。とにかく生活に必要な寝具とか衣類とか。 さらには雑貨こういったものが安いこれが注目のポイントなんですが今別の部分で少し注目されてるんですねそれがこの看板なんです安くて A のいっぱいあるやんというこの看板これもともとは赤ちゃんの写真が使われていた看板なんですね、えー、ところがこ昨今のこの猛暑や酷暑、えーえー あまりに気温が上がりすぎたので、看板の塗料が変色してしまって、ハロウィン前にぴったりのホラーチックな、ホラーメイクみたいな看板になっていて、これがですね SNS などでも少し話題になって、この看板をきっかけにメディアから取材を受けるなんていうことも今、発生しているらしいんですが、社長いわく、今年中には看板張り替えたいということをおっしゃっていましたさあ、この半額、とにかくこの後安い、激安商品、たくさん出てくるんですけれども。 けに1つ、例えば店頭に並んでいるこの辺り、女性用の衣類ですね洋服なんですけれどもなんとこの洋服1着税込108円という激安価格日本とは思えない激安価格でございます早速お店の中入っていきましょうお店の中入ってですね すぐのところにね、さっきの赤ちゃんね、うん、あれが本当の看板の,、うん、あの姿なんですが、うん、この辺りはちょっと季節外れの商品というのが置かれてます、うん、例えばこのコーナーでもこの夏、何度も紹介したハンディタイプの扇風機ですね、<ー>こういった商品はさすがにもうこの時期になってくると、なかなか新たに買う人というのはいないそうです、うん、なので、例えばこちら、折りたたみツインファンという商品。どんどんん値下げがされていった結果今 円もともと1400円ぐらいで売られてたものが218円で販売されてるんですねめちゃくちゃ安いうう、ね、今買ったらお得なんですよ、うん、なのでまだ暑い日続いてますしまあ来年のアウトドア用にいくつか欧米に買っておこうなんていう買い物の仕方もできますねお店入って左側は衣料品シューズなどが販売されています もしかしたらテレビをご覧の皆さんの中に普段使いしている洗顔とかフェイスパックとかクリームがあるという方もいらっしゃるかもしれませんいろいろあるんですが例えばですねこちらの商品今通販などでも人気の真っ白のプレミアムクリームという商品なんですがこれなんとですね定価がですよ定価が1万2500円それがなんと税込み 1538円という謎の激安価格、えーえー、ここに並んでる商品基本的には定価の半額とかそれ以上の割引が適用されていますでこれはなぜかというと、うん、ファミリーショップ販売さんはあの独自の仕入れルートというのがあるんですけれどもメーカーなどに残ってしまった在庫過剰な在庫というのをどっさり買い取って 低価格で販売しているというパターンとあと取引先が400社以上あってその時々のタイミングでそれぞれの商品今ならこれだけ安く仕入れられるよねというノウハウがあるんですねなので常に同じ商品があるわけじゃなくてコロコロ変わるんですが基本的には定価よりもとっても安い商品ばかりが並んでいるんです美容系でいうと今こちらに出ている美顔器なんですがこれもですね定価がですよ 4万4000円する美顔器です、えー、なかなかうんあのリフトアップとかフェイスラインがスッキリしたりとかそういったことが期待できるという商品なんですが、えー、4万4000円の商品がですよなんとこちらでは5478円新品です、えー、これが常にあるわけではありません、えー、皆さんが来られた時にはないかもしれないしもっとたくさんあるかもしれないだけれどもその時々の状況を見てプロの販売さんがですね仕入れているのでとにかく何でも安い そしてもう一つこれからの季節に必要になってくると思うんですが乾燥しますもんね、日本の冬はねこちらの加湿器超音波加湿器なんですが定価が5580円のところ税込み2198円もちろん新品ですよプラスで買ってもまあそんなに負担にならない額でもないですかねさあそしてキッチン用品も充実しています最近 テレビまたはラジオの通販などでもよく出てくる電子レンジで魚や肉が焼けるよというこちらの商品ですやっぱり野菜グリル使うとね掃除が大変とかいろいろあると思うんですがこちらの商品1台で8役あ活躍してくれる電子レンジの調理器なんですねでこちらがですね通販価格が6980円なんですが税込4378円という 贅沢二色鍋お店なんかでは出てくる、まあ、鍋だかもしれませんが3000円相当の商品がこちらだと1098円ということで<ー>こちらも激安でございますうなこれだけじゃなくて本当にたくさんの調理器具安くてああれ欲しかったでも今まで高かったのになんていうのもいっぱいありますので<ー>ぜひ来てチェックしていただきたいと思います、はい、でこの半買いなんですけれども実はタオルに大変なこだわりがあって というのも社長の半イさんがタオルソムリエという資格をお持ちなんですね<ー>これは今治の商工会議所とかあとですね四国のタオル工業組合が作った資格なんですなので半イさんに聞くとお客さんの要望に合ったおすすめのタオルを選んでくれる<ー>、まあ、そういったことができるよという資格なんですねハンカチからバスタオルに至るまで100種類以上いろんなタオルが揃っているんですが今回は ハンガイ社長に聞きましたおすすめのタオルベスト3というのを、えー、ぜひ皆さんにご紹介したいと思いますということでお待ちかねご好評のこのスタイルでお伝えしたいと思いますファミリーショップハンガイ,<外>タ,イタオルコレクション2024来た来た来た結構やってるよねこれね来たまず第三位ですねスロ、えーク短0359クイックヘアドライタオル これですね髪を乾かすのって髪が長いと時間かかると思うんですけれどもセミロングぐらいの長さだとこのタオルでしっかり乾かしたあとに最後ドライヤーで仕上げたら3分台で髪を乾かすことができるんですってなので髪長い人には持ってこいそして第2位はですね半額のお客さんの満足度ナンバーワン高級タオルに引けを取らないこのタオルふわふわ,ふわな肌触りが人気。 で普通のタオルのおよそ10倍の吸水力もあるそうですよ<い>そしてタオルソムリエの販売社長がおよそ30社のタオルの取引先から選んだ第1位はフェイスタオル108円このフェイスタオルとにかく安くてとっても人気だということで<い>本当にね多くのお客さんが買っていくということなんですがさあそしてこちらのファミリーショップ販売実はこんな面白いサービスも行っているんですオリジナルのシャツやバッグ お孫さんが描いた絵なのかな、のか、はい、おばあちゃんとお孫さんの,あの絵ですよね、うん、ああいったものを、例えば T シャツだったらば、T シャツとプリント代込みで1694円、オリジナルバッグだと商品とプリント代で1100円ということで、これも人気のもう1つサービスなんですね、はい、私も1つ、えっと、トートバッグ、エコバッグに使えそうなトートバッグ、今日作ってみました。<ー>どんなプロセスかとと、いますと まずは自分のお気に入りの写真ですねの撮影してもいいし<え>持ち込みでもいいし<え>でそのデータを店員さんにお送りしますじゃあ店員さんが機械に <laughs>、はい、今日は販売社長がやってくれたんですが機械にそのデータを飛ばすとですね、うん、プリントがされます何度か機械の中でアイロンがけがされたりなんかして絵柄がしっかりとこのトートバッグにつくというシステムなんですよね、えー、結構きれいに発色するんですよ うんということで出来上がりましたこれで1100円バッグ込み、うん、<ー>うまい<ー>さあそして寝具も、えー、魅力的なんですが例えばこちらですこの枕すごいんですよあの有名寝具メーカーの低反発チップ枕それと同じ素材が使われた枕でそのもともとの 有名な枕といいうのは円ぐらすするんですねただ同じ素材が使われているんですがもともとの枕を作るときに出た端材で作っているということでクオリティとしては非常に近いものがあるんですがなんとこちらお値段が1098円という激安、はい、そんんなに違うんです SDGs の観点から見ても非常に環境に優しい枕と言えるんじゃないでしょうかさらに まあこれからの季節、足元も寒くなってきますよね、ラグ買い替えたいという方もいらっしゃるんじゃないでしょうか、うん、二乗ラグだと税込み2198円、ラグって、うん、結構、によってはししますでょし、ね、あと、奥に行くと、三乗タイプのラグもあります、えー、三乗タイプ税込4398円なんです、もともと6990円ぐらいするものが。で結構ね 厚みもあって高級感もあるんですよおいいとっても触り心地がいい、うんうん、これが4398円という激安価格3畳イプで結構大きいです、うん、ラグとしては、うん、へえ<ー>そしてラグだけではなくて布団も豊富に取りそろえられています、えー、この辺りはですね羽毛布団ですね羽毛布団も決して安くはないですよね、うん、一般的には例えばこちらにご紹介している羽毛布団なんですが 2層切るとと呼ばれるもので層が2層になっているですので体の熱を外に逃がさない自分の体温がしっかりとこう羽毛にくるまれた状態で、うん、冬 T シャツ1枚でも十分暖かいと言われている羽毛布団なんですね,すねこちらもともとが4万9800円するところが2万1780円ということで、ねうん、激安価格でございますこの機会に羽毛布団を買い替えるなんていうチョイスもいいんじゃないでしょうか さあ皆さんご覧いただいたとおり何もかもすでに安いんですけれども、うん、今日は今回はお店側のご厚意で番組特典というのをつけていただきました半外長浜店と浅井店で2000円以上ご購入された方テレビで「ヨンちゃんテレビ」を見たと言っていただいたら、うん、値札の価格からなんとさらに10%引きにしてくださいます。えー期間は さらに10もう僕、社長にいいんですか、これ、大丈夫ですかって聞いたんですが、社長が行きましょうと言ってくださいました、6日日曜日まで、はい、学校指定の商品というのは、この割引外でございますので、お気をつけください。ということで、今日は激安のディスカウントショップ、半貝長浜店から中継でお送りしました、半貝さん、ありがとうございました。